はい、皆さんどうもケンです。おはようございます。今俺はね、冒険防止を走行中ですね。今日はね、2カ所ロスでして、今2カ所目に向かってんですけどね、その2カ所目のね、荷下ろし方法がね、まあかなり問題あるなっていう感じするんですよね。まあ何が問題あるのかっていうと、運転手のできる作業範囲を超えた過剰なサービスをね、求めてきてるっていうのが今の現状だと思うんですよ。まあその過剰なサービスっていうのは何なのかっていうと、やっぱり我々運転手は、まあ運転して荷物を運ぶことはもちろんなんだけども、まあね、俺のようにバラ積みで荷物を積んできたりすると、やっぱりパレットに移し替えて下ろすっていうのは、まあそれ基本だと思うんですけどね。それぐらいまでだったらまあ黙ってやるんですけれどもね、そこの下ろし先っていうのはね、カゴ台車っていうのかな、スーパーとかホームセンターに行くと必ず配送するドライバーさんがカゴっていうのか、なんて言ったらいい、ラックっていうのかな、わかりますよね、この字型になったやつ、それに納品するようになるんですけどもね、店舗別のその詳細みたいなのを運転手に渡して、例えば A 店舗はね、このケースもの10ケース、 B 店舗はこのケースもの20ケースとか、そういう感じの詳細を運転手に渡してね、あとラベルですね、シールを運転手に渡して、それ通りに荷下ろししてくれと、そういう指示をしてくる配送センターなんですよ。で、挙句の果てにね、それをね、その店舗配送する、そのなんて言ったらいいのかな、物が置いてある場所の近くまで持ってってくれみたいなね、ちょっとね、ちょっとっていうか、もうかなりもう運転手のやるサービスって言ったらいいのかな、なんて言うんだろう、サービスって言うと無料だからちょっと響きが違うんだろうけど、ちょっとね、運転手にいろいろやらせすぎ、それはね、もう10年ぐらい前からそういうスタイルでずっとやってきてんだけど、何が始まりでそういう風になったのかは分かんないですよ。俺はずーっと嫌だった、なんで俺らがここまでしなきゃならないんだと。それでね、店舗の方とちょっとね、揉めたこともあり、店舗っていうかその配送センターの方と揉めたこともありましたね。ただまあ揉めたと言ってもね、やっぱり運転手である以上お客さんの荷物だから、自分が言うことによって仕事がなくなっちゃったら困るからね、そこまで激しい口調でっていうことはないんですけどもね。ただそのもう2024年っていうのがもう間もなく迫ってきてるわけで、やっぱりその俺たちもさ、1日に年間かな、年間とか週とかもう限られてるじゃないですか、労働時間が何時間以上働いちゃいけないとか、残業時間を何時間で終わらせてくれって、そういう中でね、まだこの変わらないその荷物の搬入方法をやらせてんだなと、多分やらせてると思うんですよ。それがどうもね、すごく俺は引っかかってましてね、ちょっとこれ
動画の方回してちょっと皆さんにお届けしたいなと思う。うん、まあ、俺たちがやることじゃないからね、正直。配送センターなんだから、配送センターの人たちがそんなパレットならパレットで置きますよ。あとはもうそのカゴだったりラックだりで、どうぞ向こうで店舗別に仕分けしてくださいっていう話だと思うんですよ。いち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 そんな俺たちがやることじゃないと本当に思ってるから、俺はそういう風にね。まあちょっと今荷下ろし先の方に到着したんで、ちょっと行ってきたいと思います。はい、今ね、荷下ろしの方終わりました。やっぱりね、自分の中でこうなんか思うことがありながら荷下ろしすると非常に仕事がはかどりませんね。だいたい2時間半ぐらいかかりました。まあ荷下ろししたのはね、1200個ぐらいなんですけど、そんなに重いもんでもなかったんだけど、やっぱりね、専用パレット、ここの店のね、専用パレットに積んできてるのに、なぜかその指定された個数でね、カゴ車の方に積み替えをすると、やっぱりね、これは俺らの仕事ではないような気がしますよ。まあここに来る運転手さんたちね、何人かからお話は聞きましたけど、やっぱりね、みんな思ってることは一緒みたい。ここに来るとやっぱり一日がかりだとかね、一日ですよ、配送センターの方にいろんな納品口があるんですよね。それで分かれてるもんで、いろんなところ回るみたいなんですけどね、一日ここにいるよなんていうような人もいらっしゃいました。やっぱりこうやってね、運転手に何でしょう、パレットのまま下ろせばそのまままあね、受け付けてくれれば、あとはね、そのここの配送センターの人たちが仕分けしてくれれば、30分もしないで俺らは出てくるわけですよ。だからみんなそうやって手間をかけてるから、どん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 トラックが溜まってっちゃってね、待機時間と荷下ろし時間ばっかり長くなってるっていうのが、ここの配送センターの実情ですね。まあ俺はね、昔から来てるけど、ここは本当にひどいと思う。よくみんなやってるなって思う。配送センターの方からしてみればね、あれなんですよ、要は仕分けする妊婦がいらないじゃないですか、運転手にそれをさせるから。だからね、ある運転手さんはね、鋭いことを言ってた。俺ら積み込み作業員だから荷下ろしに来てるんだけど、ここの配送センターの積み込みやってんだよって、そういう風に言ってる運転手さんもいたよ。まさしくその通りだと思うよね、本当に。だって俺らが荷下ろししたやつにラベル、何々店行き何々店行きってラベル貼って、こっちの方ではもうね、そのお店の配送するところのね、バースに持ってって出庫するだけなんですもん。
こんなことさせてていいのかなって本当思いますね。もうね、2024年問題で、やっぱりこの労働時間とか残業時間だいぶ絞られますから、こういうことに時間取られてると運転する時間がなくなってしまって、俺らはね、荷物を届けることができなくなっちゃうと思う。だからほんとね、これはここの配送センターさんだけじゃないですよね。やっぱり配送センターっていうのは食品にしてもやっぱりそういうのが多い。うん、パレットのまま、まあ下ろせない荷物もありますよ。下ろせない荷物は多いあるけども、やっぱりその専用の台車の方にね、何個って指定された個数ずつ下ろすとか、すごくやっぱり1車下ろすのにね、2時間3時間もっとそれ以上時間かかって荷下ろししてる人たちもいるし、ちょっとほんとね、こういうところね、目を向けてっていうかね、やっぱりこの配送センターとかの経営してる上の人たちが変わらないことにはどうにもならないですね。うん、運送会社だけがやっぱこの2024年問題ってただ騒いでたってどうしようもないことだと思いますよ。うん、ほんと、もうね、来年になったら待ってくれませんから、こういう現状っていうのはね、ほんとどうなってくんだろうが不安しかないけど、まあもうここ来たくないな、とりあえず。これはまあ何年かに1回しか来ないんですけど、それでももういいです、来なくて。やっぱり配送センター、最後にもう一回言いますけど、配送センターの方で妊婦を用意して自分たちでやってください、カゴ入れ。俺たち運転手はね、やっぱこういう配送センターの召使いでも何でもないんで、積み込み作業員でも何でもないです。はい、自分たちの仕事だと思うんで、俺らは持ってきて荷下ろしするまでが仕事。カゴ車とかに入れて、その配送センターのいいように使われるのが運転手の仕事じゃないっていうのが俺の考えです。はい、以上、こんなとこでね、今日の動画を終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また YouTube でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。